こんにちは。今日は、ゼロの会場がいくつなのか、そして、どうしてそのような数になるのかということについて考えてみたいと思います。まずそもそも会場っていうのは、例えば4の会場といったら 4×3×2×1 っていうふうに、4の会場といったら4から始まって1ずつ減りながら掛け算して最後1まで掛け算と。一般的に n の会場といったら n×n-1×n-2×3×2×1 というふうに、n の会場っていう計算は、まあ、n からスタートして1ずつ減って最後1まで掛け算というのが、これが本来のもともとの会場の定義なんですけども、じゃあ0の会場はというと、もう普通の会場の終着点は1なのに、その1通り越しちゃったところから始めなきゃいけない。じゃあまずそもそもじゃあ0の会場なんて定義しなくてもいいんじゃんというのも一つの考え方なんですけども、0の会場はまあなんか定義したいなという気分に実はなるので、0の会場を1と定義しちゃいましょうということで、0の会場は1ですと、これはもう定義ですと言ってしまえばもうそれまでなんですけども、じゃあなんで1と定義したくなったのというと、それにはやはり、理由があって、0の会場を、1と定義すると、とっても都合が良くて、整合性が保たれると。じゃあどうして0の会場を1とすると、都合が良くて整合性が保たれるのかということについて説明したいと思います。この会場の計算がよく出てくるのは、順列組み合わせですね。で、例えば4人でリレーの順番決めてねと言われた時には、まあ、先頭 ABCD 誰でもいいですよと。で、A が先頭だったら残った3人から決めてねと。以下 B でも C でも同じで。で、1番2番が決まったら3番目の人は残った2人。で、最後は1人と。ということで、この何通りかの計算の時に4から枝が3つずつ分かれて、次2つに分かれて最後1個というんで、4の会場という計算がこういった、順列の時に出てきます。で、これ全員並べない場合、まあ、例えば7人から3人だけ並べてねと言われた時には、7人から3人最初同じように誰が先頭でも構わないと。で、2番目は残った6人から選んでねと。で、3番目は残った5人から選んでね。でも3人しか並べないんで、ここでおしまいということで、7人から3人並べる順列の場合の数はこれだけです。で、これを7人から3人選んで順番考えて並べてねっていう 7P3 というような書き方をしますと。じゃあここで一般的に N 人から K 人並べる時の並べ方は何通りでしょうかというのを考えた時に、これと同じ要領で N 人から、なんで最初は N 通りで、次は N-1 通りでいうふうに掛け算していって、で K 人並べるんで、どこでやめるかさ、これ K 個これを並べるんですね。 K 個で、じゃあ最後はどこかっていうと、2個の時にマイナス1、3個の時にマイナス2だから、 K 個の時には N-K-1 ですね。なんで、まあこれは計算すれば N-K+1 というような、NPK はこういった計算になるんですけども、こういった公式になるんですけども、途中点点点とか傾向とかなんかちょっと書き方としてダサいと。じゃあもっとなんかすっきり公式として書く方法はないかなって考えた時に、最初のこの例の7人から3人並べるっていう時に、実際の数字だから3人って分かってるから3でやめちゃいましたけども、7人並べろって言われたら、とりあえず7人全員並べちゃおうかと。7人全員並べちゃうと。でも、並ばない4人は、これはっきり言って関係ないです。だからこれ消せばいいとか、最初から3人の時は書かないんですけども、とりあえず並べちゃった時に、この4321は邪魔だから消せばいい。どうやって消すかって時に、じゃあ割り算で消してあげようっていうふうに考えてあげれば、
全員並べればこれ7の階乗っていう書き方があると。でこれも4の階乗ですというふうに 7P さんはこのように書くことができるのと同様に、 N 人から K 人並べるときもとりあえず N 人だから N 人全員並べちゃえと。で全員並べちゃうのは N の階乗っていう書き方があると。で並ばない N-K 人です。 N-K には並ばないと。 N-K には並ばない、その並ばない分は場合の数に関係ないですよと。さっきと同じように消してあげるのを割り算で消してあげれば N-K の階乗分は関係ないです、消しちゃいましょうということで、 NPK はこのようにまあ階乗の公式記号を使えばこのようにまあきれいにすっきり書けるというのがあります。これはまず1点目。なので、N 人から K 人並べるという NPK は公式としては N の階乗分の N-K の階乗という公式ができました。じゃあ次、順番を考えない、順番を考えない組み合わせの場合どういうのかというと、例えば6人から2人掃除やれと、掃除当番選べという時に A 君と B 君が掃除するのと B 君と A 君が掃除するのはこれ同じです。なんでこれで1通りって時にどう計算するかというと、さっきと同じ6人から2人まず並べますと、 6×5 と。でもこの 6×5 の掛け算の中にはこれもこれも入っちゃってる。でも2人が掃除するっていうのはこれもこれも同じですということで、 6×5 の場合掛け算だと1個でいい AB っていう組み合わせを2度数えちゃってると。他も全部同じで AC も2度数えちゃってると、 BD も2度数えちゃってると、全て同じものを2度数えちゃってるんで、6人から2人掃除やれって時はこれを 2×1 で割ってあげればいい。じゃあこれが同じようで7人から3人掃除当番やれって時も、まず7人から3人なんで7人から3人並べますと。でこれよく中学生が最初に間違える間違いで、2人の時に2で割ったから3人の時は3であるのかっていうとそうじゃなくて、さっき2で割ったのは1個でいいものを2度数えたから2で割ったのであって、これも1個でいいはずの ABC がこの 7×6×5 の中に何個入ってるかっていうと ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA というふうに、これ全部 ABC が3人掃除するっていう意味で全部同じですと。1個でいいはずのABC っていう組がこの掛け算の中には6個入っちゃってると。じゃあその6個はどういう計算かっていうと、3人を並べ替えるだけの場合の数なんで 3×2×1 で割ってあげればいいということで、一般的にこれをコンビネーション7-3っていう書き方をしますと。7人から3人順番関係なしで選ぶ場合の数はこういう計算になりますと。でこれも同じく実際の数字だったらこのように書けばいいんですけども、じゃあここでもさっきと同じようにコンビネーション NK の式を考えてみたいと思います。そうすると N 人から K 人順番関係なしで選ぶ場合の数はって時にまず N 人から K 人だから N-1N-2 とさっきと同じようにここ K 個ですね、 K 個 N-K+1 まで掛け算した後に K 人を並べ替える分が重複して数えられるから K の階乗で割ってあげなければいけない。でここでもやはりここがちょっとあんまり気持ちよくない。じゃあどうすっきり書くかって時に、これもさっきと同じ要領で7人から3人選ぶ時に7人って言われてるからまずは全員並べちゃえと。そして実際の計算の時は
実際の数字の時にはもう4321は書かないですけども、書いちゃったら消す。消すのをどう消すかって言ったら割り算で消してあげればいい。でさらに組み合わせの場合はこの3人を並べ替える分も重複して数えちゃうんで割ってあげなければいけない。で 3×2×1 と、こうしてやればちゃんとこの式になると。じゃあこれも同じ要領でコンビネーション NK はというと、まずは全員並べちゃう。全員並べちゃうときは階乗の記号が使えると。で選ばれない人の分、選ばれない人の分のはもともとなくていいんですよと、割り算で消しちゃいましょうと。で選ばれない人っていうのは、7人から3人の場合、選ばれないのは4人。これはこの方は N-K の階乗分は最初からいらないですよと。でさらに組み合わせ順番関係ない場合は K 人を並べ替える分が重複して数えられちゃってるから K の階乗で割ってあげれば、これでコンビネーションの公式がまあ点点点とかを使うよりはすっきり書けましたと。じゃあここで、そこで例えば7人から7人並べ、7人全員並べるっていうのは 7P7 なんですけども、7人全員並べるのは当然7の階乗です。7人が全員並ぶっていう時に 7P7 と書くんですけども、ここでこことここが同じ N イコール K だと、 N イコール K だとここが N-N で0になっちゃう。じゃこれ公式通りやるならば0の階乗分ので7の階乗、この答えは7の階乗であってほしい。でなきゃ困る。7人全員並べるのは明らかに7の階乗で、こさっき作ったこの公式通りやると分母が0の階乗になっちゃう。でこれがこうなってほしいから0の階乗は1だと都合がいいね。この公式同じでも N と K は等しくても使えるね。こっちでも同じで、6人から6人掃除しろと、要するに全員やれと。全員やれっていうのはもう全員選ぶ一通りしかないですと。じゃあここでも N イコール K 当てはめてみると、6の階乗分の N イコール K だから6の階乗で N-N なんで0の階乗、これは6人全員が掃除する場合の数は一通りですよと。やはりここでもこれが1になってほしい。6の階乗と6の階乗が約分されて0の階乗分の1は1であってほしい。ならばやっぱり0の階乗は1だと都合がいいですねと。この方式が N イコール K、 N イコール K ってのは普通にあり得る状況なんで、その時でも0の階乗を1としておけばこの公式が使えるから都合がいいねということで0の階乗を1と定義しましたということです。で0の階乗を1と定義しておくと他にも実はいいことがあって、それは、いずれ後々、自然対数の定 E の時に、お話ししたいと思います。どうもありがとうございました。